こんにちは、連立方程式の L の部分です。にはノリノリしていこうやってことで、今日はノリノリマッド見ていきたいと思います。結構久々のノリノリなんで、このノリノリに俺がついていけるのか非常に大事なウィークポイントになってますね。今は10月、オクトーバー、寒くなってきましたね。いつまで俺が動画で半袖着てるのかもちゃんとチェックしてください。いや俺は負けたくないね。俺はこの寒さに負けたくないね。とりあえず10月は半袖で乗り切りたいなとか思っておりますわ。早速ノリノリマッドで笑ってはいけないやっていきましょう。レッツゴー、3、2、1、ヨー、サンディエGo. Okay. 3, 2, 1, yo. サンディエゴ。Okay. その前にお知らせがあります。来月11月4日土曜日にオフ会開きまーす。今回ほんと数年ぶりの公演無料オフ会やりたいなと思っております。場所がですね、東京都杉並区高円寺北にある馬橋公園という場所でやらせていただきます。これ5年前東京でオフ会やった時にもこの公園でオフ会開かせていただきました。ありがとうございます。まあ大体多分14時くらいからスタートするかなと思っております。14時から適当な時間までオフ会やりたいなと思っております。ぜひ何歳の方でもスーパーウェルカムなので、もちろん胎児の方も全然ウェルカムなので、ぜひ母体と一緒にやってきてください。ファンサービスもねいっぱいやらせていただきますし、お話もたくさんできればいいなと思っております。詳細は概要欄書いてますので、ぜひチェックしてみてください。まあ、来てくれる方が0人じゃないことを祈っております。改めてよろしくお願いいたします。ということで本編どうぞ。ということで早速見ていきます。まずはこちら。ノリノリ一人。そういう感じで来ることもあるのね。あのフォーマットには収まらないノリノリマットですね。めちゃめちゃ好きです。バカちゃめ！チンポでかいのねって北ちゃんが言ってましたわ。りょうさんまで乱入してきたよ。これはすごいことになりそうですね。チンポ大戦争ですよ。いやーいいですね。やっぱりウォッチザロックは素晴らしいですね。まあ、やっぱバンドっていうのはこういうノリができないとね、いい曲作れないですから。ビジネスの関係だけだとやっぱなかなか売れないと思うんで、こういう和気あいあいとした中でどんどん名曲が生まれていけばね、この邦ロック界のさらなる発展につながっていくのではないでしょうか。僕は誰？案外まんざらでもないんだね。バリバリに喜んでたよ。まあそりゃそうか。チンポでかいって言われて悲しくなる人おらんわな。嬉しいわな。チンポでかいって言われて。僕もデリジョーのビジネス接待でチンコ太いですねって言われた時めっちゃ嬉しかったもん。すみません、消してください。もっと可愛い反応を期待してたのに。問われるとやっぱちょっと恥ずかしくなるんだね。誰かに見られるとかそういうこと考えちゃうとやっぱちょっと恥ずかしくなりますからね。でもまあまだまだこの程度の関係性ってことやないんですか。もっと絆を深めていけばチンポ取られてもぼっちちゃんもウェイもっと取ってくれって感じになるんじゃないでしょうか。チンポは取った方がいい。ノリノリで抜いた生徒をかばうヤン君、これちょっと見ていいっすか。ブルアカやってないっすけど、ブルアカやってるやつ嫌いですけど、これ見ていいっすか。見さしてください。あ、すいません。体力エグいわ。やっぱブルーアーカイブで過酷なオナニーしてる生徒をかばうヤンクミなんですよ。でもやっぱ極戦シリーズって極戦2があまりにも人気すぎるんですよね。カトゥーントップ2の亀梨くん、赤西くんが出てたっていうのはエグいほどでかかったんでしょうかね。うちのお袋カトゥーン大好きでしたからね。離婚したけどカトゥーンの写真とか集めてましたもん。離婚したけど集めてたもん。カトゥーン大好きだったもん。離婚したけど。
メイトがピンチの時にヤンクミが駆けつける時のあれや。ヤンクミがこんなことに使われるとは思ってなかったろうね。仲間ゆきえに謝ってこせい。この中で僕のタイプの女の子のキャラ当てれますか？僕一番左の褐色の女の子好きですね。褐色好きなんよなぁ、マジで。何ミュージカル始めた。何をしてんだ本当に。やめましょうよ。素晴らしいですね。すごく元気をもらえた。3、2、1、YO。股関節。OK。ということで笑ってはいけないノリノリマッドでした。いや、やっぱ久々のノリノリいいですね。ただ今回全部下ネタだったんで、広告つくかどうか非常に心配です。ということでこの動画が良ければ、高評価、チャンネル登録もまたお願いします。それではまた次回のノリノリシリーズでお会いしましょう。さよなら。頭と外せばシャグの味。この村には昔からとある言い伝えがある。タバコを祀らないと祟られる。隣の家のサッチャッチのライター行方不明なんだって。やり隠しじゃ。誰かが奉納してたタバコを盗んだ。タバコを吸った人が原因不明の肺がんで死んでるんだよ。タール1ミリのやつに人権なんてねえんだよ。ユージ、それアイコスじゃなくてグローよ。これが平安時代のタバコ。また値上げかよ。この村は昔謎の山火事が多発していた。喫煙者なんかみんな死んじまえ。私今禁煙中なの。だから子供をバラして紙で巻いて祀ったんじゃ。20年前、子宮が4つある女が不審死。マイルドセブンはもうメディウスなんだよ。あの時俺が吸ったのは砂鉄。いわゆる人柱、人ジョイントを作ったんじゃ。もう私嫌。大丈夫、俺がお前の分まで吸うから。誰かがタバコになればこの呪いは終わる。タカタカタイガガタガ抜かすな。タール600ミリ。この村からは誰も逃れられん。あなたを愛してる。矢には吸っても吸われるな。もう吸わないで。俺がこの呪いを終わらせる。気がつかねえ。まさかアメスピか。これは薬剤じゃ。矢にかすだって一生懸命生きているんだ。矢にかすなめんなよ。闇神様。